はい、ではですね、第3回、菊の育て方講座始めていきます。はい、2回目からですね、全然手を入れんと、お日さんと雨に当たる場所に置いといた講座の教材です。丸く仕上げるドーム作り、まっすぐ仕立てての、立ち見台、今日は摘心と誘引を、テーマに勉強していきたいと思います。ドーム作りのまずこの苗から根元から出てきている細い枝ですね、ハサミで、切ってこの軸1本にしてください。摘心、2回目の講座と同じです。1目2目の上で切る。で、どの枝も1目2目の上で切る。ドーム作りの摘心はこんな感じです。で、次は立ち見台の仕立てなんですけども、もう支柱とほぼほぼ変わらないぐらいになりました。支柱を取り替えます。で、ここでくくりつけている紐を切って、この支柱を抜いて持ちながら、今度は長めの支柱にします。紐で足元からしっかりと支柱と軸をくくりつけて、この苗ぐらいやったらね、3箇所ぐらいくくって、きつからずゆるからず、あんまりきついとね、菊苗に食い込んでますんで、あまりゆるいとブラブラしてます。ほんで支柱と軸、菊苗が密着しました。これで風が吹いてもこけません。これが誘引です。ここで摘心なんですけども、ドーム作りと同じです。はい、2目の上で切る、2目の上で切る、すべて取り残すことなく、自分がこの鉢をぐるりと回るよりも、この鉢をこうね、回しながら手元へ枝を持ってきて摘心すると楽にできます。1目、2目、1枚目、2枚目、言葉は違いますけども、2枚目の上で切る。はい、これでドームと立ち見台の摘心と誘引。もう一つ、親葉の処理。結構大きくなってるこういう葉っぱですね、硬くて大きいのが特徴で、いずれ秋にはこの親葉がね、年も邪魔になったり、茶色くなったりしますんで、取れる範囲で良ければ親葉を取ってあげてください。どれが親葉や、ちょうどね、人間でいうとこの脇が、枝が腕とすると、この脇の下から葉っぱが出てるような感じ、それが親葉です。硬くて大きいです。で、また取ったから枝ぶりが少なくなるけど、この小さい葉っぱが今度また立派になってくるんで、ちょっとこれはより知識で、はい、お伝えしておきます。市販のこういうスプレー式の殺虫剤、虫というのは葉っぱの表につく虫は割に平均少ないです。葉っぱの裏につきますので、葉の表もシュッシュ、裏もシュッシュというような感じで消毒してください。はい、今回は第3回の、菊作りの講座となりました。夏を乗り切るような強い菊を作っていきましょう。